はい、こんばんは、たまらんちでございます。疲れた。ああ、えー、こないだの、の先日の月玉の新曲、パラシュートをバンド化したんですけども、今回のこのバンド化の音は、えー タブランチ史上最高傑作の音になってると思います。はい。頑張りました。はい。うん。あのー、ちょこちょこ言ってますけど、てか、えー、前のね、えー、私の過去のテイクが、とにかく音がボエンボエンしてて、今聞くとね、<coughs> お風呂場で歌ってるみたい,みたいな。 感じがありまして、えー、自分のやつとかね、えーまあ、ちょこちょこ直したりとかしてて、まあ、そんな過程でね、えー、この間のあのポテさんとのポテムキンさんとのコラボなんかも、まあ、生まれたりし,てしたんですけど、えーまあ、さらにねあの最近民生さんの曲とかちょっと集中してカバーとかしてたんで、えー、自分の過去の民生さんとかユニコーンのカバー動画も見たりしたんですけどね 本当になんかね、もったいないのよね。<laughs> アレンジとかね、演奏とか結構そこそこいいなと思うんだけど、本当にボエンボエンしてんのはボエンボエンしてんですよ。基本ボエンボエンしてんだけども、もうひどいのは本当にボエンボエンしてんですよ。何回 <laughs> ボエンボエンって言いましたかね。はい。そんで、それでね、まあ、でもね、まあ、 あのとにかくその時その時はベストを尽くしてるのでその時はそれがいいと思ってやってたからしょうがないんだけども、まあ、それでもねやっぱりこうあの今その昔のやつを聞いてそういうふうに思うっていうことは治す余地があるということですから <laughs> それでえっとまあこんなことをやってね えーる中でえー、まあいろいろおとともさんからアドバイスなんかもねコメントとかでいただいておりとかもしてるし、えー、あとはまあね、えー、ちょこちょこあのー、喋ってますけど NASA さんがね、えー、音に関してはいろいろとアドバイスいただきましてでやってた中でねやっぱそのアドバイスが一番でかかったんですけどどんどん音がこうねとんがってきたんですよ。 シャープに、エッジが効くようになってきたの。まあ、要はぼやけてないっていうね。えーまあ、ただし、えー、これもね、えっ、ー、とそのやりとりの中で NASA さん言ってたけど、あの特にボーカルね、ボーカルのリバーブをカットして、こう、なんつうんですかね、はっきりとかっちりとさせると、ごまかしゃ効かないよと。本当にそうだね。えー、演奏なんかにしてもそう。 まあ、あのギターソロなんかはねえー、エレキのあれはもうサスティーンかけてリバーブかけてっていう形でやるし <laughs> あれはまあちょっと別物なんですけどねあとまあ早いフレーズの時なんかはね <laughs> 私こっちがあの早弾きできないんであのエレキの「テロレロレロリロ」って言っダメなんで、えー、もうハンバリングとプリングでごまかす時はもうサスティンガンガン聴かしてリバーブ聴かしてやるとかねそれはそれでありなんですけど あのベースねベースもボエンボエンしてたんですよめちゃくちゃだから今回はもうねもう絞るだけ絞ってくれるわと思ってえー、もうリバーブ本当にギリまでカットしてえー、あとコンプかけてコンプはまろやかになるみたいな感じでいいんですかなささん <laughs> いろんな表現があって分かんないけどなんかこう何ちょっとこう奥行き奥に。 後ろに持っていくみたいな感じな感じとかいまいちよく分かんなくってなんかこうまままろやくぼかすんじゃなくてまろやかにするみたいななんかそんな感じなのかななんて思ったりもしたけど違うのかな例えばコントもかけて、えー、やったらねベースの音のつなぎが本当にごまかし聞かなくなったからすっごい今日あのこう表紙の頭頭の音すっごい気ぃ使ってやりましたもんベースねあとドラムも してたんですよあれはシンバルがジャーンってなるんだからリバーブビャーンってかけるもんだろうと思ってたけど、えー、それも絞ってギリまで、えー、やりましたそれと、えー、パンねパン左右ね、えー、あのねあれを聞いたんですよ斎藤和義さんの2020年二千二十ダイアリー コロナのこと歌った歌ね。あれをヘッドホンで聞いたらものすごいパン振ってんのね <laughs>、えー。ドラムだって振ってたよ。ただドラムは多分どうなのかな。太鼓系がどっちかでシンバルはセンターなのかな。ちょっとよくわかんないけどで。今日それもやろうかなと思ったけど、まあ、トラックの関係もあったしめんどくさかったから、えーまあ、あのドラムパッドで <laughs> ドラムやったんでねワントラックに全部入れちゃったから。 あんまり極端にね、えー、振ったらちょっとおかしかったんで若干振り気味でベースも若干振り気味にしてであこギとエレキはもうめっちゃぶっ振ったブンブンって、えー、私が聞く分にはいい感じになってんじゃないかしらと <laughs> 思ってますいやー聞いててちょっと気持ちよかったっすよ 私が気持ちいい風にやったから当然なんですけどでも明らかにね音はシャープになってると思いますようんでやっぱりなんかボリュームにも各トラックのボリュームのバランスにも影響が出る気がしますねああやってやってくるとなんかボエンボエンしてでっかくしてもなんか聞こえてこねえなそんな多分リバーブかかりすぎとかっていうのがあったような気がしますねこうしてみると そんな感じです。でえー、っと曲はあ言ったっけこれ今この口でめりでまあいいや曲はえー、おとといぐらいですかあーにアップした月玉の新曲の「パラシュート」という曲、まあ、あれはもう、あのー、それやってる時からこれもうバンド化すると思ってバンド化する体でギターだけでやってはいたんですけどね、えー、ただねあれなんですよ あのその作った時になんでかなまあとりあえずギターだけの構成だからっていうのもあったしえなんとなくですけど最後のケツがすごい短かったんですよテ。テレテレレで特に引き伸ばしなくジャーンと終わりにしといたんですよね。で今日バンド化やってたらツンテレテレテンジャーンで終わった後に。 フタン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 タタンって来たんですよねあれと思ってこれはうめえことアウトロつくぞと思ってここはもう泣きのギターソロ入れるしかないでしょうと久しぶりにあの重たくてあんま使うのがやたくなってるレスポールを <laughs> 持ちましてスタンディングでやってみましたよ久しぶりにねもうあぐらかいてギター弾いてるからねもうお尻に根っこ入ってんじゃねえかっつぐらいあぐらかいて弾いてますから 立ってギター弾けんのかしらって感じもあったんで <laughs> はいスタンディングでギターそれやってましたけどねいやーいいのついたんじゃないの、はい、個人的にはすごくうまくついたんじゃないかなと思いますねそれと動画のこと何も考えてなくてね先日アップした動画全部消しちゃったからあの元動画あそうそうそう あの最近のスマホはあれなんですね娘ちゃんのスマホがそうだったんですけどあのスクリーンショットってあるんでしょあのこ,うこういうあの今映ってる画面を撮るやつあれの動画バージョンがあるんですよ今知ってましただからその流してる動画をそのやると動画がスクリーンショット的に撮れるんですよだからこの間作ってくれた娘ちゃんが作ってくれたあの予告動画ね えー、あれもよくまあこんな動画どっち引っ張ってきたんっつったらそれでやったっつうんですよ YouTube 流しといて欲しいとこだけど動画撮ったの貼れるっつうんだからちょっとねスマホ新しくしようかなってちょっと本気で思っちゃいましたけどねあそれで <laughs> 今日なんかいろいろくっちゃべてるけどあの娘ちゃんとのコラボね美和のリブートの、えー、本編はですね <laughs> あの娘ちゃんが テスト勉強機会に入ってしまったので、はい、ちょっとテスト終わるまでお,お待ちください。<laughs> 怒られちゃうわかんな。こんなときに催促したらね。はいまあ、そんなこんなで、えー、っと、今日は、はい、本当になんかね、ちょっと録音がうまくいきましたと思います。頑張りました。すごい疲れました。ああそれでそうそうそう。で、その歌動画は、 話が飛んでごめんね。えー、歌動画は今回はね、えー、特に本人の承諾取りませんでしたけど、まあ、公開してるものから引っ張ってきたんでいいと思うんで、月ちゃんのね、えー、写真なんかを入れたりなんかした動画にして、最後のね、その今日追加したアウトロのギターソロ,ソロは、まあ、いつもみたいなプレイ動画を流してみたりしましたけど、こんな感じで作ってみましたので、 今日のはぜひともね、ヘッドホンで聴いてもらえればなぁと思います。多分耳心地がいいようになってると思いますのでよろしくお願いします。ということで今日はあ月玉の先日の新曲パラシュートをバンドバージョンにしてみました。音作りめっちゃ頑張ったのでヘッドホンで聴いてみてください。ってな感じでございます。よろしくお願いします。ということで玉ンチでございました。それでは今日はこの辺で。